こんにちは、速稼塾の久保でございます。そうですね、ネットビジネスの失敗の定義なんですけども、私は4つに分けて考えることができると思います。まず1つ目はネットビジネスを知らないってことですよね。知らなければネットビジネスの、成功とか失敗とか言う前にそのルートを通れないですよね。で、2つ目なんですけども、ネットビジネスが分からないってことなんですよ。ネットビジネスって何なの？なんか自然にお金が生まれてくるの違うんですよ。ネットビジネスっていうのは情報発信をすることにより気づいていただく、それが集客になるってことですよね。そして商品は情報であるってことなんですよ。情報である以上在庫はいりませんし、自分の情報量と知恵だけになってきます。すごくね、在庫マッチがしやすいと。購入者が1人だろうと1万人だろうと同じコストで配信できるってことですよね。で、販売して、利益率が高いと、経費がゼロだからってことになりますね。これがネットビジネスが分かるか分かんないかの境目になります。3つ目なんですけども、3つ目はね、知ってるし分かってるんだけど、3つ目、やらないってことなんですよ。だからこれね、わざわざネットビジネス以外の不利なルートを選ぶやつってのは、これはネットビジネスというよりもビジネス失敗する人でしょうね。なんかわざわざ不利なルートを選んで、例えばネットビジネスなら月収100万とか全然可能なわけですよ。はっきり言って誰でも行くレベルですよ、月収100万とか。でも月収100万が不可能な、例えば労働に行ってしまうとかね、サラリーマンやってしまうとかね、拘束時間むちゃくちゃ長いのに、給料はむちゃくちゃ安いわけじゃないですか。それを知っててそっちの不利なルートを選ぶのは、これはネットビジネスの失敗でしょ、ね。だってネットビジネスがあって、こっちには通勤しないといけないビジネスがあって、しかも営業ですとかね、総務ですとかね、なんか自分で選べないわけですよ、業種を。会社の指示のままそこ行くしかないんですよ。これ大失敗でしょ。ネットビジネスを知っていて分かっていてやらないっていうのは大失敗だと思います。大失敗、大成功の逆です。で、4つ目なんですけども、ネットビジネスは知っている、ネットビジネスは分かっている、ネットビジネスやっている、でも4つ目、続けないって人なんですよ。これね、よくね、人はね、続かないって言いますけども、違うんですよ。自分の意思で続けてないんですよ。続かないっていうのはなんかね、状況がなせる技で、ネットビジネスは続かないんですよと。でも、時給900円は続くんですよ。ね。月給15万続くんですよ。どういうことやって思いますよね。大失敗ですね、これは。だから、1番、知らない。2番、わからない。3番、やらない。4番、続けないと。もう十分でしょ、これで。このどのフェーズに自分の失敗があるのかってことを、よくよく考えてみると、わかるんじゃないかなと思います。1,2,3,4 全部自分とは違うなと。ネットビジネス知ってるよ、ネットビジネス分かってるよ、ネットビジネスやってるよ、ネットビジネス続けてるよ、これは成功ですよ。少なくとも成功に向かいます。総じてわざわざ有利なルートがあるのに不利なルートを選ぶやつ、大失敗でございます。では。